オオスズメバチの特徴は集団行動でチームワークを発揮して狩りを行うことです。これは他のスズメバチにはない特徴です。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。以前にこのような粘着シートのトラップにオオスズメバチがたくさん捕まってしまう動画を出しました。たくさん種類がいるスズメバチの中でもあんな風に捕まってしまうのはオオスズメバチだけなんです。そう聞くとオオスズメバチは頭が悪いのかと思ってしまうかもしれませんが、実は頭がいいから捕まってしまうんです。今回は頭のいいオオスズメバチがなぜこんな単純な罠に引っかかってしまうのか解説したいと思います。オオスズメバチはスズメバチの中で最も大型で最も強いスズメバチです。最強のスズメバチと言われています。女王バチが1匹いて、多数の働きバチと少数のオスで群れが構成されているのは他のスズメバチはミツバチと一緒です。オオスズメバチの特徴は集団行動でチームワークを発揮して狩りを行うことです。これは他のスズメバチにはない特徴です。オオスズメバチは1匹1匹が凄まじく強くて、カマキリを襲って食べてしまうこともあります。1匹1匹が強いオオスズメバチが集団で戦う、これがオオスズメバチが圧倒的に強い理由です。オオスズメバチはカブトムシが集まるような樹液が出る木にも集まりますが、複数のオオスズメバチで昆虫を追い払って木を独占してしまいます。またなんと集団で他のスズメバチやミツバチの巣を襲います。オオスズメバチ怖すぎです。ここでも強く集団行動もする、昆虫界では最強の存在です。外来種の西洋ミツバチ3万匹が30匹のオオスズメバチに襲われてすぐにやられてしまったという海外のドキュメンタリーの動画が話題になったこともあります。そんな最強のオオスズメバチがなぜあっさりと粘着シートに捕まってしまうのかというと、その賢さ、集団行動が仇となっています。オオスズメバチは敵と戦う時にフェロモンで仲間を呼びます。粘着シートに1匹オオスズメバチがくっつくと、その1匹のオオスズメバチがフェロモンで仲間を呼びます。そして呼ばれた仲間たちが最初の1匹のオオスズメバチの近くにやってきて、次々と罠にかかってしまうんです。賢いからこそこの罠にかかってしまいます。仲間を助けようとするからこそ罠にかかってしまうんです。オオスズメバチと同じように、ニホンミツバチを襲いにやってくるキイロスズメバチは集団で戦わないので、粘着シートにこんな風にたくさん捕まってしまうことはありません。ちなみに集団で敵と戦う昆虫は他にもいます。それはニホンミツバチです。ニホンミツバチはスズメバチに襲われた時、集団でスズメバチを取り囲んで熱を発して内部の温度を上げてスズメバチを蒸し殺します。ニホンミツバチはスズメバチよりもわずかに高い温度まで耐えられるので、その特性を利用した戦術です。この戦術は熱殺蜂球と言います。はい、以上が頭のいいオオスズメバチが簡単にトラップに引っかかってしまう理由でした。昆虫の世界はとても興味深く、驚かされることばっかりです。このチャンネルでは蜂の生態についても発信していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。蜂の生態が面白いなと思った方はぜひコメントを残していってください。高評価も忘れずに。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。